料理が面倒で昨日の残りのパスタを食べたのはいいけれど失敗したなんて経験はありませんか？あなたはパスタを電子レンジで効率よく温める方法ご存知ですか？真ん中に穴を作って大きなドーナツのようにすれば均等に熱が通ります。焼き菓子などのペーストリーを新鮮な状態に保ちたい場合は1枚のパンを上に乗せましょう。またクッキーを袋で保存する場合もパンを入れるだけで柔らかく保ち乾燥を防げます。袋の口は輪ゴムで留めることが多いかもしれませんがペットボトルの上をこのように切って袋を閉じ蓋を留めるのもおすすめです。ベーコン、レタス、トマトが入った BLT サンドイッチを作るときはこのようにベーコンを乗せましょう。そうすれば他の具材がしっかり覆われますよ。パンを切る最も良い方法は硬い面から切り始めることです。そうすればパンの形を維持できます。またパンが室温まで冷めるまで待ってから切りましょう。外で飲み物を飲むときはグラスやカップをカップケーキの紙で覆うのがおすすめ。こうすれば虫が飲み物に入ってくるのを防げますね。アイスクリームの容器を冷凍庫に保管する前にジップロックの袋に入れましょう。こうしないと次の日アイスをすくうのに苦労してしまいますよ。袋の中に入れればアイスクリームは柔らかいままなんです。従来の方法でポップコーンの袋を開ける代わりに袋の側面に穴を開けましょう。そうすれば手に油がつくのが防げます。何も突き出ていなく中身が均等に広がっている完璧なサンドイッチが作りたい人はいませんか？やり方は簡単。丸い具材を半分に切るだけです。そうすればパンの表面全体を覆うことができます。ホチキスのベースにある金属部分は回せるんですよ。回すとホチキスの芯が外側に曲がるので一時的に止めたい場合に便利です。後で芯を簡単に取り外すことができますからね。ザクロの種を取り出すのは難しい時がありますよね。そんな時はこのコツを使ってみましょう。まずしっかり研いだ包丁で上から下に向かって4から6の切り目を入れます。この時皮のみで種自体は切らないように注意しましょう。次にボウルに温水を入れて中にザクロを沈めます。そうすれば種が飛び出てしまった場合真っ赤な汁が衣服や周りのものを汚すのを防げます。あとは切り目に沿ってザクロをそっと開き各部分を外側に引っ張ります。手の上でバラバラにならないように巨大なハンバーガーを持つ方法があります。中指3本を上に置き小指と親指を下に置きましょう。そうすれば中身が飛び出ません。ゴミ箱からゴミを出したり新しいビニール袋を入れたりするのは難しい時がありますがゴミ箱に穴を開ければこの作業がはるかに簡単になります。こうすれば空気が入りゴミ箱の下から抜け出るので真空状態になりません。チーズ系のお菓子はお箸を使って食べれば指をきれいに保てます。ゴミ袋を収納する場合は三角形に折りましょう。これでスペースの節約ができます。カップケーキの正しい食べ方はサンドイッチのようにむしゃむしゃ食べる方法なんですがまずカップケーキを包装紙から引き離し下半分をちぎったら上に乗せます。そうすれば噛むたびにクリームを楽しむことができます。チョコレートの箱によってはチョコとチョコの間に小さなくぼみがあります。このくぼみを押すとチョコレートがポンと飛び出します。2つのボールを同時に電子レンジで加熱する必要がある場合は1つをコップの上に置きましょう。手羽先をむしゃむしゃ食べるときは2つの骨を持ってねじり引き抜いて骨を取り除きます。シリアルの箱を開けた後中身全体を別の容器に移す人もいればシリアルが敷ける前に食べ終わると期待しながら中のプラスチックを押し込み箱の中にしまう人もいます。そこで試してほしいのがこちら。こんな風に箱を折るだけでシンプルに問題解決できちゃうんです。ミキサーを使うときは最初に液体を入れましょう。ミルク、ココナッツウォーターまたはヨーグルトを入れた後にベリー、フルーツ、ほうれん草などを追加します。文字を消したいときただ上に線を引くだけでは NG です。これでは何が書いてあるのか分かってしまいます。代わりに単語の上に他の文字を書きましょう。U字型になるようにピザを持つとピザがぐにゃっとなるのを防げます。通常カバンや靴を買うとシリカゲルが入っていますが
このゲルは余分な水分を吸収するためにそこに置かれます。便利なので取っておきましょう。靴が濡れた時に入れておくと、入れない場合よりもはるかに早く乾きます。今後残ったポテチの袋をクリップで留める必要はありません。新鮮に保つための手っ取り早い方法があります。袋が開かないようにこのように折りたたむだけです。荷造りをするとき、洋服を丸めておくやり方はスーツケースのスペースを大幅に節約するのに役立ちます。またシワができにくく、カバンの中もより整理されます。ズボン、Tシャツ、パジャマ、水着、カジュアルな服装をまとめるとき、この方法を試してみましょう。残念ながらセーターのような大きめの服には効果がありません。引っ張り棒を使ってトイレの棚にスプレーボトルを吊るせば場所を節約できます。定規の穴は定規をフックにかけたい場合に便利です。またこの穴に鉛筆の先を入れれば完全な円を描けます。容器に水を入れる必要があり、流しに入らない場合はちり取りが便利です。下の容器に水がまっすぐに注ぎ込まれるように配置しましょう。スイカはスライスする代わりに横に切ってみてください。長細いスイカが食べられるので汁が至るところに飛びません。アイスコーヒーに氷を使用すると薄くなり風味が失われます。代わりにコーヒーキューブを使いましょう。作り方は簡単。氷のトレイにコーヒーを注ぎ冷凍するだけ。なんとポテトチップスにも正しい食べ方があるんです。ただ口にポイッと入れるほど簡単ではありません。このような形状のチップスの場合は、凹面を下にして下の上に置きましょう。この面は反対側よりも風味豊かに作られています。もう一つ、長い紙を缶に滑り込ませ、慎重に引き出すというコツもおすすめです。その場でトレイができちゃいました。ホチキスはキーリングを開いたままにしてくれます。ほとんどのキッチンバサミにはハンドルグリップの間に金属ペンチのような刃があります。これはナッツやカニの殻など硬い食材を割るのに便利です。また瓶を開けたり、ハーブの茎を取り除いたりすることもできます。マンゴーを食べる最も簡単な方法は、マンゴーを立方体に切ることです。そうすれば皮を剥く必要さえありません。結び目を素早くほどくには、片方をできるだけひねり結び目に押し込みます。バナナの皮を剥く最良の方法は底側から剥く方法です。そうすれば簡単に剥けますよ。押しつぶされたバナナや筋はもうありません。パソコンから離れた時、再びログインするのがめんどくさい時ってありますよね。そんな時はマウスをアナログ時計の上に置きましょう。そうすればマウスは秒針の動きを感知し、パソコンの画面が暗くなるのを防ぎます。新しく買った靴に履き慣れたい場合は、厚手の靴下を履いて靴を履き、きつい部分を乾かしましょう。竹炭は不快な匂いやバクテリアを取り除くのに役立ちます。メッシュバッグに入れて部屋に置いておきましょう。高価な空気清浄機はもう必要ありません。 DIY のアイスパックを作ることで、冷たい食べ物を冷たいまま新鮮に保つことができます。スポンジに水を吸収させたら、ビニール袋に入れて冷凍庫に入れましょう。スポンジは凍ると長い間その状態を維持します。密封できる袋と新しいスポンジを使用するのがポイントです。古いカーテンリングはハンガーにつけて再利用できます。スカーフなどの収納に便利です。スペースを節約し、クローゼットも整理整頓できます。